ウォーレン委員会、ウォーレン委員会、ウォーレン委員会は、1963年11月22日に、テキサス州ダラスで起きた、ケネリィ大統領暗殺事件を検証するため、1963年11月29日に、リンドン・ジョンソン第36代アメカ、合衆国大統領により設置された、調査委員会である。なお、委員会の正式名称は、 ケネディ大統領暗殺に関する大統領特命調査委員会で委員長を務めた連邦最高裁長官のアル・ウ r o r ル・ r ワーレンに由来する通称である。1963年11月22日、テキサス州ダラスを遊説で訪れたケネディ大統領夫妻を乗せてダラス市内をパレード中に狙撃されてケネディ大統領が死亡し、同じ車に乗っていたジョン・コナリーテキサス州知事が 重傷を負った。これは全米を震撼させて、世界中に大きな衝撃を与えた。暗殺後に昇格した、ジョンソン大統領は、事件発生から3日後の11月25日に、当時の FBI 長官、エドガー・フーバーに、ケネディ暗殺事件の詳細な報告を求めて、FBI からのオズワルドの単独犯行という結論を得て、捜査を終わらせることを考えてた。 しかし容疑者であったリー・ハーベイ・オズワールドが、ジャック・ルビーによって、警察署管内で殺されてしまったことによって、ダラス市警察本部のずさんな捜査と、背後関係に大きな疑惑がかび、テキサス州の司法長官が州としての暗殺調査を行うことを明らかにした。また、上下両院が、ここに事件の調査委員会を設置する動きを見せ、もはや FBI からの最終報告だけで調査が、 終了する子は困難で、また単なる暗殺事件で処理できる問題ではないと判断して、大統領直属の特別調査委員会を設置して、当面は特別調査委員会で全ての調査を行うことで、テキサス州や上下両院議会の動きを牽制する狙いもあった。しかし一番大きな目的は、当時の東西冷戦下で前年のキューバ危機でソ連との緊張関係が、 続いていた時代の中で、ソ連へ亡命して、また、米国に戻り、親カストロ派の活動を行うオズワルドが犯人、目されるがため、米ソ関係にも波及して、外交問題にもなりかねない懸念が生じ、また、陰謀説も囁かれる中で国内の政治状況にも影響が心配されることで、国民の不安や疑惑を払拭することに思きを置き、次の年の大統領選挙の前にも、 暗殺事件の調査を終えて、国内の安定を図ることが緊急の課題となっていた。そこで、上下両院の与野党議員と前 CIA 長官、そして民間から一人を入れて、最終的に委員長には最高裁長官の R. ウォーレンを指名し、彼は当初司法は行政に介入したくないという理由で、片下がソ連の核攻撃の危険性を訴えるジョンソンに、 説得され委員長就任を受諾した。11月29日に委員会の設置をジョンソン大統領が決定を下してからわずか6日後の1963年12月5日に慌ただしく最初の委員会が開かれた。冒頭ウォーレン委員長から委員会の任務について調査の範囲を限定して FBI や他の機関が収集した暗殺の証拠を単純に 再検討し十分であったかを確かめるのが責務と説明があった。そして、公聴会も開かず召喚上の権利を行使するつもりはないと述べると、他の委員から猛反発が出て、真っ黒委員がまず、各部局の報告書の単なる評価を超えた責務があり、承認の宣誓証言も、証拠の強制的提出義務も召喚上の行使も、なければ委員会は無力に見られると反駁し、 ボックス委員と、ホード委員が賛成し、ラッセル委員から調査官のスタッフが必要で、ナイトの委員長の発言に異議を唱えた。そして、委員会専属の法律顧問として、スタッフを指揮する人材を置くことを求めた。翌日の12月6日に、再び委員会を開き、前日の会議で、委員長が出した、ウォーレン・ウォルニーの法律顧問への任命案を決定、同じドワイト・ディー・アイゼンハワー政権で、 司法時間を務め、当時はニューヨークで弁護士を開業していた JD ランキンを任命することに決定した。そしてこのランキン法律顧問を中心に16名の法律家が加わり、実際の調査はこのうちの若手6名が中心に行われた。ランキンとウィレンズは委員会が設置されてすぐにスタッフの確保に追われたが、それと並行して調査に関して ウォーレンの承認を受けて、以下の6分野に分けて、スタッフも、それぞれ2人1組で担当を置くこととなった。延べ552人の承認関門を行い、この中には、ジャクリーン・ケネディ、大統領の車に同乗していた、コナリー知事夫妻、同じく、シークレットサービスのロイ・ケラーマン、ウィリアム・グリア、銃撃直後に車に飛び乗ったクリントヒル、オズワルドの母、マーガリート、 オズワルドのツママリーナなどが含まれる。また、各行政執行機関の責任者も関門を受け、その中には、ラスク国務長官、ディロン財務長官、マコーン CIA 長官、フーバー FBI 長官、シークレットサービスのローリー長官なども受けており、ローリー長官は、大統領警護のメンバーで前夜遅くに酒を飲んでいた、ことをオーレンから厳しく指摘されている。 またウォーレンは FBI に対しては事前にオズワルドがダラスにいることをシークットサービスに伝えなかったことも厳しく指摘している。その一方でテキサス州検事総長がオズワルドは FBI への情報提供者としての経歴を持っているというダラス周辺に留不する風説がある等を連委員会に報告したこともあったが、 フーバー FBI 長官の猛烈な反論にその後の進展はなかった。調査スタッフを悩ませたのが司法解剖時に撮影されたケネディの検視写真が全くスタッフに公開されなかったことである。当日の行動を調査するエリア1担当のスペクターや暗殺を確証する証拠を集めるエリア2担当のベリンは調査期間中に何度もランキングを通じてウォーレンに要請していたが 実現されることなく終わった。写真は、ベセスダ海軍病院のヒュームズ病理から、大統領主治医のバークリーを通じて、ケネディ家に送られて、ロバートケネディが一切公開を拒んだためであった。ただ一部シークレットサービスの観察官が非公認で、持っていて、ゴールドバーグはそれを少し見て、ウォーレンが拒む理由が分かったと後に語っている。暗殺のショックからまだ数ヶ月後で見れば、 ぞっとするだけでしかなかったという。もう一つ、調査スタッフを悩ませたのが、DED プラザの暗殺現場についての理解であった。エリアに担当のベギンは、オズワルドの単独犯行については、疑問があった。教科書、倉庫6階にもう一人いた可能性はあるいは他の場所に配置されていたとしたらそして一番重要な暗殺の瞬間についての記録が、少ないことが調査の壁であった。 しかしながら、リリープラザでの暗殺の瞬間は、アマチュアカメラマンのエイブラハム・ザプルーダーが撮影して、後にザプルーダーフィルムと呼ばれるようになったサイレントの8ミリフィルムに26.6秒間記録されていた。486コマのこのフィルムが暗殺の直接の資料であった。百六十四年二月にザプルーダーからフィルムの所有権をすでに買い取っていたライフ社から、 ウォーレン委員会は、オリジナルのフィルムの提供を受けた。それまでは、FBI がそれのコピーしていたものを受けて、調査していたが、オリジナルの方が、当然鮮明度が高く、また、ライフ社はそのフィルムの各コマを3 5ミリのスライドに、していて、その提供も受けた。また FBI は、ザプルーダーが使っていた8ミリカメラであるベルハウエルのホームムービーカメラが、 毎秒18.3コマのスピードで動いていたことを確定した。そこから暗殺時の大統領のリムジンの速度は11.2マイルの時速であったと推測し、オズワルドのライフル銃、マンギヒャーカルカーのライフルでどれだけ素早く発射できるか手とした。結果は一発目を撃ってから次の二発目の弾を撃つまでに要する時間は最速で2.3秒を要し、 ザプルーダーフィルムでは42コマに相当する感覚であることが分かった。ここからベリン、アイゼンバーグ、スペクターら数名のスタッフで1コマ1コマずつフィルムの分析作業に入った。それは気分が悪くなる作業でもあった。やがて同じ作業をしていた FBI の首席写真分析官リンガル・シャニーフェルトが全員486コマに番号をつけて大統領が頭部に 致命傷となった弾を被弾したコマをコマ番号313と指定した。そして大統領が一発目の銃弾を受けたのがコマ番号210から224の間と確定した。一発目は道路標識に遮られて被弾した瞬間の大統領の様子は映っていない。大統領の顔が再び映っていたのはコマ番号225で明らかに撃たれている様子であったため、 それ以前に撃たれたと見られている。そしてコナリー知事が被弾したのは、コマ番号240であることが分かった。これは、事件直後に FBI が3発撃ち込まれて、1発目が大統領へ、2発目が知事へ、3発目が再び大統領へ当たったという報告と矛盾することとなり、当初考えられた。単独の狙撃犯ではなく、別に狙撃犯がいたのではとベリンらは考えた。 しかし3月26日の承認関門で、ベセス高海軍病院のヒュームズ・ビオリーが一発の、銃弾がケネディとコナリーの両者を傷つけることが可能であることを、メーラにしてから別々の狙撃という考え方は多数派にはならなかった。スタッフのスターンは、この、ホランドの証言をずっと後になってからも気になっていた。しかし誰も、深刻に受け止めるスタッフがいなかったという。 ベリンは逆にホランドは正直だが間違っているとして、前方にある草の生えた家には結局、空薬卿も何も発見されず、また、事件当時そこには数人が立っており、犯人がライフル銃をそこで発射できたとは想像できないとしている。フーバー長官は暗殺事件の4日後に FBI の危険リストにオズワルドが載っていなかったことを知って、 我々は仕事を最後までやり遂げなかった。これは我々全員の教訓としなければならないと述べた。そして以後に、上院司法委員会委員長、ジェームズ・イーストランド上院議員から、オズワルドは FBI への秘密情報提供者だったと、非難され立場に立たされることになった。CIA は国家安全保障の上から、ジョンソン大統領と亡霊委員会にその多くを隠していた。 と言われる。1963年11月22日の暗殺事件直後に CIA 内部で世界中の CIA 支局に打電してどんな細な情報も含めて情報収集に取り掛かった。すぐにメキシコからの情報ファイルに前月の10月1日午前10時45分にオズワルドと名乗る男がメキシコシティのソ連大使館に電話して申請した旅行ビザはうなっているのか と尋ねたことを記録したファイルが見つかった。オズワルドが逮捕されたという報道が流れて、わずか2分後のことであった。メキシコと中米の秘密工作の責任者は、後に、その衝撃は、言葉では言い表せないと述べていた。そして、CIA 内部の事件調査は混乱と再議のために、挫折して、いまだに消えない疑念の影を残すことになった。この11月22日当日深夜に、 興奮状態の中で会議が延々6時間続き、オズワルドがメキシコのソ連大使館を訪ねていたことを CIA は前もって知っていたことを聞かされた、マコーン長官は激怒した。ウォーレン委員会は独自調査として、延べ552人の承認喚問を行い、やがて1964年9月に全文約2 9万6千0全888ページに、 全26巻2万ページ以上委員会文書1553の膨大な関連資料が付いた報告書がまとめられた。そして1964年9月24日に調査の結果を報告書ワーレンコミッションレポートとしてジョンソン大統領へ提出され、その3日後に一般公開された。報告書の最終的な結論としてケネリ大統領暗殺事件は リーハーベイ・オズワルドによる単独犯行と断定した。しかし一般には理解しが大点が多数存在しているために、オーレン委員会報告書で真実は語られていないとする議論が世界中で根強く残っており、真犯人は別にいるとする様々な陰謀説が後を絶たない。委員会報告書の骨子はリーハーベイ・オズワルドの単独犯行と結論付け、いかなる個人、団体、 国家の凶暴を示す証拠は発見できなかったとした。そしてケネディ大統領暗殺犯は、オズワルドただ一人である。そのオズワルドは、ダラス死刑チピット巡査をも殺害した。そしてジャックルビーに殺害された。この暗殺事件に絡む陰謀は国内外を問わず、一切なかった。大統領を撃ったすべての銃弾は、テキサス教科書倉庫ビル6階の窓から発射され。 大統領に向かって発射された銃弾は合計3発で1発は大統領の背中から胸へ抜け前方に座っていたコナリ知事の胸、手首、左の太ももを傷つけたもう1発は大統領の頭部に命中してこれが致命傷となった残り1発は命中しなかったとしたオズワルドの単独犯行説は委員会内部でもラッセル議員から単独犯行についての疑義が 出されている。彼は大統領暗殺の共謀者や共謀集団と結びつける明白で決定的な証拠は一切存在しないする答申には完全な確信を持って判断できないいくつかの側面がある共謀者がいたとするかすかな可能性すら存在しないと示唆するのは間違いだと主張した。ラッセル議員は銃撃犯はオズワルドであったことには同意するが背後に 陰謀の可能性まで排除することには反対であった。そこで、フォード議員からの案で、陰謀は存在しなかったではなく、計りごとの証拠は発見できなかったに書き換えられた。これで、ウォーレンは、全員一致の報告書になったと安堵したが、スタッフはいつか、明らかになる可能性を未解決のままにしたと感じた。後に大統領となったジェラルド・フォードは、政界引退後の解雇録で、スタッフたちは、 国際的にも国内的にも陰謀は一切なかったと主張したが、ラッセル、ボグス、そして私はそういう表現は強すぎると考えて他のメンバーを解き伏せてわずかなが非常に重要な意味を持たせるように表現を変えて陰謀の証拠は見つからなかったという表現にちついたと述べている。ウォーレン委員会はケネディ暗殺をオズワルドの単独犯行と結論を下したが、 13年後の1976年に会員で暗殺調査委員会が設置され、この会員暗殺調査委員会は2年後に調査結果を発表して、オズワルドには少なくとも一人の協力者がいたとする結論を下している。委員会は暗殺時に3つの銃弾が発射され、2発の銃弾がケネリィ大統領とコナリー一時を命中した。その弾丸はすべてリーハーベイ・オズワルドが、 パレード車列の後方にあったテキサス教科書コビルから発射したものとして結論を下した。委員会の判断は最初の一発目でケネリィ大統領の上背部に命中した銃弾は首の正面近くを貫通し、コナリー知事を負傷させたと思われる。一発は車列から外れたと考えられ、最後の銃弾は大統領の頭部に命中しこれが致命傷となった。 当初 FBI が3発の銃弾がそれぞれケネディ、コナリー・ケネディに当たったという報告であり、コナリー知事も証言で同じ見解を述べていた。しかしザ・ブルーラーフィルムの解析から、1発目と2発目の間隔が短くて、他の狙撃犯の存在も考えられたが、委員会はテキサス教科書倉庫ビルの6階で3つの薬莢が発見されたこととライフル銃が近くに隠されていた。 ことで、ケネリとコナリーは別々の銃弾で傷つけられたのではなく、一発の同じ銃弾で両者とも傷ついたとするのが妥当だと判断した。これは、スタッフのスペクターが主張して、ウォーレンも同意した見解であった。しかし、ラッセル議員はこの説にも異論があった。コナリー知事が証言で3発がそれぞれに当たったという説明をしている以上、 一発の銃弾で二人が傷ついたとする報告をのみにはできないとて、他にも、クーパー議員とボックズ議員も同じ意見であった。ウォーレンは一発の銃弾説を強く信じていたので、引き下がらず、しかし妥協で報告の文面を変えて、いくらかの意見の相違を生じせている。しかし、委員会のメンバーは、教科書倉庫の6階の窓から発射されたことに、疑いを抱いていないに変更された。 これは委員会のスタッフからは全く筋が通らないという思いであジョンソン大統領に提出する6日前の9月18日に、ウォーレン委員会の最後の幹部会が開かれた。ここで委員が大統領に提出する報告書の承認をする最後の手続きであったが、ラッセル上院議員の異論で時間がかかった。実際の報告の内容はスタッフが作成したもので、委員長は、 スタッフと連携して内容の方向性はウォーレンの考え方に沿ったものと言えるが委員からすれば単独犯行説とオズワルドただ一人が撃ったとする一発の銃弾説に対して陰謀説と複数狙撃犯説への現地がないままについての不満は他の委員にもあった結局委員側から最後に巻き返しがあって報告に曖昧さが残ったことをスタッフの面々は苦々しく思っていた ウォーレンは最後に全員一致の報告書にこだわったとも言えるし、また最高裁判事ではあるが、彼もまた政治家である一面を見せていた。それは彼が陰謀説には全く関心を寄せていないことにも現れている。暗殺時に着ていた衣類について調査終了後にジャクリーン・ケネディより返還の要請が来て委員会で討議の上、 後日の調査で再提供することを条件に引き渡すことで各委員から承認された。しかし結局、ウォーレンはジャクリーンに引き渡すことはしなかった。彼女がそれを破棄するのではと考えたからである。また同情していたコナリー知事の場合は、ズタズタになった衣服をネリー夫人がクリーニングに出してプレスされていた。血を見るのが耐えられなかったと夫人は語っているが、 委員会スタッフはそれを聞いて驚愕し、証拠としての価値を台無しにされたと怒っていた。オズワルドの場合は、ツモマリーナが衣類のほかライフル銃や拳銃など夫の所有物すべての返還を要求してきた。要求は却下されたが理由は、彼女が売ろうとしていたことによる。一方母マーガリートは、オズワルドの手紙16通を雑誌に4000ドルで売っていた。ウォーレン委員会は、 いくつかの点で、オズワルドの不可解な行動について、調査はしたがその後は特に注目することはなかった。これらの話は、委員会スタッフも結局はそれ以上の詳しい調査に入らずに終わっている。後に明らかになったことは、暗殺事件前年の1962年初めの時点で、移民企画局以外に、CIA、FBI、国防総省、国務省に、 オズワルドに関するファイルが存在していたという事実である。CIA 広く FBI 広くの著者ティム・ワーナーは、フーバー FBI 長官もアレンダレスゼン CIA 長官も1961年のピッグズワン事件以後に密かに進められたカストロ暗殺計画を誰一人としてお首に出さないようにダメを押していた、もしその報復として、 共産主義者の大統領暗殺の陰謀があったと、したら、そしてもし、ソ連及び、キューバが暗殺を命じていたら、そして、アメリカがそれを立証する証拠を一辺でも入手したと、したら、新しい世界大戦回戦の合図となっていただろうと、述べている。しかし逆に当時キューバの長報部にいたファビアン、エスカレンテ将軍は二千五年一月のインタビューで、オズワルドは、モトリク軍情報部員であり、 CIA の諜報部員である。として、ケネディは、ハンカストロ派に殺されたのだと思う。と語り、オズワルドは、ケネディ暗殺によって、キューバとカストロを球断するクワてに関与していた。ハンカストロの亡命キューバ人らの足跡は確かに見える。彼らは、オズワルドのそばに、ダラスに、そして、メキシコにいた。我々が一番恐れたのは、アメリカ国内の極右派が、 カストロがケニデを殺したとして、キューバを攻撃してくることだったと述べている。そして暗殺事件直後に、アメリカ国内の反カストロのキューバへの攻撃が急に抑えられたことは我々には、説明ができないこと。ジョンソンがなぜ、ウォーレン委員会を設置して一年も過ぎずに解散したこと。また、ウォーレン委員会の調査では膨大な量の情報を集めながらそのほとんどが分析されることがなかったことも、 付け加えてる。今日、ウォーレン委員会は、上下両院とテキサス州の暗殺調査の規制を制するために急遽設置されて、オズワルドの単独犯行を確定させるための委員会であったとする意見は根強い。ジョンソン大統領にとって、オズワルドの単独犯行が最も都合が良く、もし、ソ連やキューバなどの外国勢力が関わっていたことが、 明らかになると国家安全保障上極めて困難な状況になると考えられからである。委員会は報告書と同時に膨大な26巻に及ぶ別巻の資料を刊行し、多くの聴聞会記録、物的資料の写真、現場検証の実験結果などが準不動で作品なしで掲載されている。だが詳細な調査資料はいずれもオズワルドに関するものだけであり、 彼以外に関するものは、間違い、勘違い、証拠不十分として実に簡単に処理されている。1963から1964年の時点では全貌を明らかにすることは不可能で、すべての真実が見えてくることももはや遠いカナダのことで、あるかもしれない。2039年にすべての亡霊委員会の資料が公開されるが、 驚くべき真実が出てくる可能性は低いとされている。1964年11月23日公文書ナショナルアーカイブスとして保管され、当初一般公開されなかった部分については、政府によりこの事件と関連する無実の人々が被害を受けないよう保護するためとして、2039年までの75年間封印されることとなった。この75年ルールは、 その後情報公開法によって改められ、1992年、ウォーレン委員会による記録の98%は一般公開された。残る部分については従来通り2039年の解除が予定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。